川は、北米大陸の五大湖と大西洋を結んで、カナダ東部を東北に流れる河川である。水源である五大湖を含めれば、世界、第2位の水量となる。サンローラン川とも言われる。セントローレンス川は、オンタリオ湖から始まり、ガナのクエ、ブロックビル、モリスタウン、オグゼンズバーグ、マシーナ、コーンウォール、モントリオール、トロアリビエール、ケベックシティを通り、 世界でも最大級の三角港であるセントローレンス湾へと注ぐ。上流部はカナダのオンタリオ州とアメリカ合衆国のニューヨーク州を隔てる国境を形成し、その後はケベック州内を流れる。ケベックシティ付近から潮汐がある。オンタリオ湖の流出部からの長さは1 1 9 7トルで、最も遠い水源からでは3 0 5 8トルになる。 5大湖も含む、流域面積は134万 4200km102 であり、うち83万 9200km102 が、カナダ、50万 5000km102 が、アメリカ合衆国である。流域には、カナダのオンタリオ州とケベック州、アメリカ合衆国のイリノイ州、インディアナ州、ミネソタ州、ニューヨーク州、オハイオ州、ペンシルベニア州、バーモント州、 ウィスコンシン州、ミシュガン州が含まれる。途中には、モントリオールの南のセントルイス湖、サラベリド・バレフィルドのセント・フランシスコや、モントリオール東のサンピエール湖といった湖がある。また、アレクサンドリア米を呼び、キングストン付近のサウザンド諸島、モントリオール島などを含む、オシュラガ諸島、ケベックシティ付近のオルレアン島などの島がある。オンタリオ港を出たところにある。 サウザンドアイランズ地方は、セントローレンス諸島国立公園として、国立公園に指定されている。支流には、シャンプレーン湖からのリシュリュー川やオタワ川、サグネ川、サン、フランソワ川などがある。1534年6月9日に、フランス人探検家、ジャック・カルティエが発見し、河川を航行した。名前の由来は、 1534年8月10日にカルティエが初めてこの川の流域に入ったのにちなんでと言われる。当時はモントリオール付近にラシームゼがあり、ここまでしか航行できなかったが、その後運河網の発達によりスペリオルコまで航行可能となった。1959年にはセントローレンス海路が開通して大型の船の通行が可能となった。下流より記載 ありがとうございます。